OK。 ちょっとさ、なんでこんな白飛びしてんの？アイブロウがなんか。 OK、 ちょっと待って。乾杯。これ私がね、好きな味は、私が今飲んでるのはライムだけど、まあ、ライムはそんなすごい好きってわけでもないんだけどね、私が好きな味はココナッツとタンジェリンとあとパッションフルーツかな、まあ、全部美味しいけどね、うん、いやー皆さんちょっとさ、今うちの旦那が子供を3人連れてプール行ったって。だからOK、 ちょっとリラックスしてお話ししたいなと思って、普段はていうかこの間私エステのフェイシャルマッサージとかスキンケアのビデオをここで撮ったんだけど、その日も週末で、子供たちが家にいる時にそのビデオをフィルムしたんだけど、もう何回邪魔されたか何回こう来られてはビデオを止めなきゃいけなくって、うんっていう感じで、すごいまあ一つのビデオを撮るのに、なんかね、私昔からそうなんだけども、ビデオを撮り始めたらこう例えばこうインタラプトされるじゃないですか、こう邪魔されるともうぶっ飛ぶっていうか、なんていうのかな、なんかもう、ああ何話してたっけとか、なんかそのさ、バイブがあるわけですよ。なんかこう話してるとこう乗ってきてで、こう全てがこう一つにまとまるんだけども、何回もこうやってねえなんかマミーとかさ、なんかこれやってあれやってとか、あとは普通にドア開けたりとか、あとは音が入ったりとか、あと泣き声が入ったりとか、喧嘩が入ったりとか、なんかそうもうなっちゃって気が散ったりとかすると、もう一つに上手にまとまらないわけですよ。でそれを私の 100% が出せないわけですよね。だから今日はうちの旦那さんに、子供たちは今プールに連れてってもらってるから、いやなんか誰も今いない状態だから、すごいなんかもう自分を出せるんですけどね、皆さんどこから話そう、ですね、皆さん、コロナによって人生が狂った方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私もその中の一人でしてこのジャーニーをシェアし続けてきましたが、一個前の近況報告のビデオを見てくれた方はわかると思うんですけれども、ですね、まあ2020年新しい年だしね、まあ何年も旦那と話してきた、じゃあちょっと日本にね移住しようかっていう話ですよがあって、でそれをプランしていろいろ立ててましたらコロナが起きましてですね、で全部プランしてたものがまあひっくり返ったわけですよ。でまあとりあえず今はなんか何を始めるとか何をやめるとかではなくって、とりあえず今やっていることを持続しながらこのコロナの状況を見て様子を見て落ち着いていって、なくなった状態になった時に、まあ、ステップを踏もうっていうことで、まあ、とりあえず日本に帰国する、日本に移住することを見送ったわけですよ。でね、今じゃあとりあえずあるもの、今とりあえずやっていることを、今とりあえず住んでいるところをとりあえず今のところキープしようって言ってね、足踏み状態な感じで、まあ様子見ようって言ってたらですね、うちの旦那様のお仕事が、まあ、解雇になりまして解雇になったんでございます。どうするっつってなんか日本そのコロナがない状態であれば OK じゃあ帰るかってなるんだけどもね、えそういう状態にも今慣れない感じじゃないですか。なんかまあ私だけとかならまだしも、もし日本に帰ったりとかってなるとビザ関係が関わってきたりとか、うちの旦那のビザが必要になったりとかっていうのもあるし、
まあ、今外国人特にアメリカから来る人を入れてるのかな、国には分からないけど、まあ、そういうのとか、まあ、そのコロナの状況によって全然国もルールを変えたりとかね、臨機応変にやってるわけじゃないですか。でだから今ね、お仕事解雇になってコロナがない状態だったら、よしじゃあ帰るかって言って、で日本でね、私がじゃあビジネス始めようって言っていろいろやっていけるものの、今はもう全然そういう状況でもないんじゃないですか。でうちの旦那お仕事もなくなってしまい、どうするかとね。で、お仕事、まあ、とりあえず解雇になってからは、うちの旦那ずっと株が好きでやってたんで、サイドで、まあ、株をちょっとフルタイムでやりながら、あれですよ、家計をこうね、支えてたわけです。まあ、でも失業手当とか出るんだけど、ちょっとバージニア今のところなんか、まあそのほら失業者もものすごく多いから、まあね、私たちが今のところバージニア州なんですけど、バージニアもちょっとこうなんだろう、なんていうのかな、ちょっと面倒くさくしてる、その簡単に失業のお金をもらえるわけじゃなくって、ちょっと面倒くさいから、それとかでも結構手こずったりとか時間がかかったりとかしてて、まあ簡単じゃないわけですよね。本当に世の中が全然簡単じゃなくなってきてるわけですな。でまあそれでもうちの旦那さん頭がいいから、まあ、上手に株やってくれたりとかしてて、まあまあまあ生きてるわけですよ。まあまあ生きてるわけですよ。まあその間にお仕事を探したりとかしてて、それでですよ、日本にもお仕事を何だっけ、申し込みしたりとかしたんだけども、インタビューしたんですよ。してで返事がなかったりとかで、それでですよ、お仕事が見つかったんですよ。この不況の中お仕事が見つかったんです。まあお仕事見つかったって言っても、仕事なんていっぱいあるわけですよ、選ばなければね。でも私の旦那さんの場合は、その自分が今まで積んできたキャリアとか、その彼のバックグラウンドとかも含めて、やっぱりそのなんていうんですか、どれでもいいわけではないわけですよね。彼が今までやってきたものとかも全部含めると、やっぱりこう限られてくるわけですよ。その中でこう探してって、自分に合った仕事で家族にいい環境でっていうので見つけたところがハワイになりました。なので私たち来月ハワイに引っ越すことになりました。やばいでしょ、 Life is crazy ってこのことですよね。本当に、なんかもうなんていうのかな、本当にこうどんでん返し、どんでん、何、なんかもう本当どんでん返しみたいな、多分見ている人は面白いと思うんだけど。だってあんだけ意気込んで、もうなんていうの、もうハプニング、もう怒るぞみたいな感じで日本帰るぜって言って、そしたらコロナだってなって、で、まあ、もしかしたら帰るかもしれないけど、とりあえず様子見ってなったら、なんだろう、だんだんそのコロナ状況がもうだん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 悪くなってて、のやばい、どうしよう、どうなるどうなるみたいな、身動きも取れないってなった時に、うちの旦那さんのお仕事解雇になり、これって最悪じゃんみたいな、もうなんかちょっとやめましたよね、私も。ちょっぴっとの間、ちょっと短い間どうすんのみたいな、なんか本当に本当に人生に対して考える時間を与えられたというか、それでまあものすごくいろんなこと考えたりとかして、でいい機会でしたよね、すごく。なんかコロナがあったから、皆さん多分いろいろそれぞれのお家にいろんなね、事情があって、いろんなことがあって、それから、ね、コロナのことがあって、いろいろなんだろう、経験とかね、学んだこととかいっぱいあると思うけど、なんか私がこのどんでん返しのこの2020年の前半期をですね、味わいまして、経験したことは、経験したことっていうか学んだことは、
多分感じていることも多いと思うんだけど、なんか今まで当たり前だったことが当たり前じゃなくなってきて、で臨機応変になる、もっとこう柔軟性を持つ、もっと考え方に考え方をこうちょっと広くして、こう狭くではなく広くして、いろんなことに対応できるようになるみたいな、うん、なんか私は、まあ根っこ、まあ、自分が生まれ育ってきて育ってきた環境がやっぱり私のバックグラウンドにあるから、そこから言うと私は結構もうね、母親になって家族もあるし、結構決まったところに長く住みたいなっていうのが私の昔からのまあ考え方なわけですよ。だけどうちの旦那さんはまた全然違くって、うちの旦那さんは結婚して子供も3人いて、だけどこう移動することに恐れがないんですよね。上手に言うと、ポジティブに言うと、こう変化を恐れないというか、変化することが好きで変化を恐れなくって、で新しい環境を味わいたい、味わって、で自分たちにベストを探していくっていう考え方で、私は今までこうあー住みやすい、あー心地いい、が子供たちの学校もいいところ、環境もいい、緑もあるね、あーす何お金、なんか住むことに対してかかるお金ってあるじゃないですか、家の家賃とか、家とか、あとその食料品とかガスとか車のガスとか、そういうのとかも全部含めて、こう安いところとか、なんかそういうところでこう家を買って落ち着くっていうのが私の昔からの考え方だったんだけど、子供たちもその小さい頃からこう仲良かった友達と一緒に成長していけてみたいな、なんか私はそういう感じの考え方だったんですよ。だけど、こうやっぱり私の旦那さんと私はそこら辺が結構昔から考え方が違くって、なんだろう、彼がそのなんだろう、こう仕事が変わるとかいうので移動しなきゃいけないことに対して結構ストレスは感じてたんですよ。でもこのコロナがあって、まあ、こういう状況になって、でね、またそれで今私たちがいるところはバージニアなんだけど、引っ越してきたの1年前で、ニュージャージーからバージニアに引っ越してきて、で1年経ってまたどっかに引っ越しってなって、でそれがね、日本とかではなくってハワイになって、で結構私的にはもうはっていう感じだったんだけど、でもうちの旦那さんをね、こうやって見てて、考え方とかもずっと何でも聞いてて、で昔、コリンさんっていう方、私が尊敬してる、昔コリンさんとお話しした経験もあるし、変化することは悪いことじゃないんですよね。全然いいことなんですよ。自分に対してはあんまり変化を恐れないタイプだと思ってたんだけども、でも全然部分で結構やっぱりバリアはあって、まあ、それはさっきも言ったように自分の生まれ育ったバックグラウンドとかから来てるんだけども、その決まった考え方があって、こういう風にしたいなみたいなのがあって、でも全然そうじゃなくてもいいんだし、あとはいろんなところに住める機会を与えてもらえるっていうのはラッキーなことだし、そうやって考えたらもうとりあえず、まあ今私たちの目の前にあるのはハワイに引っ越さないといけないから、今目の前にあることをやるしかないから、ちょっと自分の中でもあれなんですよ、こう調節しながら生きてるんです今。あとその旦那さんのお仕事がそこにあったっていうのもそうなんだけど、その他にも私が日本に帰ってああいうことがしたいとかこういうことがしたいって考えてたことの根本は、私はハワイに行ってもできるんですよね。私は日本語も喋れるし、あと英語も
流暢な英語ではないけど、でもお仕事するレベルぐらいの英語は喋れるし、そうやって考えると、ハワイは人口の 30% は日本人なんですよ。だから、ね、私がその両方の言葉を話せるっていうのは結構有利っていうんですか、有利だし、あと、アメリカの美容師のライセンスを取ったから、私が取った州からハワイの州に変更しなきゃいけないんだけども、それちょっと色々ルールがあるから調べないといけないんだけど、学校に戻ったりとか多分しなきゃいけないんだけど、でもアメリカでライセンスを取った分、ハワイでもお仕事ができる立場だし、そういうのとか考えると、私の人生の経験する上ではとてもいい場所になると思うんですね。ハワイでも美容関係のお仕事ができる時になったら、ちょっとまだ子供が1歳になったからだからどういう風になるかわからないけど、美容関係のお仕事ができるようになった時に、フルタイムでできるようになった時に、その私がやりたいと思ってたこと、日本でやりたいと思ったことがハワイでも実現できる、同じことが実現できると思ってるし、でその経験がこの先の将来ね、上手にこうなんていうんですか、導いてくれるって思ってるし、そういった部分ではこのタイミングでハワイが来たことは、意味がすごいあったのかなって思ってて、自分の家族のためにも自分のためにもすごい意味があったのかなって思ってるし、あと子供育てる上では山も海もあるから、大自然の中で子供を育てられるっていうのはすごいすごいすごい、すごい楽しみだし、ちょっと学校のねシステムが部分によってはなんていうんですか、良くないって聞いてるから、ちょっとそこら辺は調べないといけないけど、本当人生って分かんないですね、本当に。私は YouTube 始めて何年も経ってるから、こうやって人生を皆さんとシェアしてるけど、これって誰にでも起こっていることで、ただ私がこうやってねビデオに収めているだけで、皆さんにもいろんなドラマがあって、いろんなねどんでん返しとか多分いろいろあったと思うんですけど、私はこうやってシェアすることによって、なんだろう、なんつったらいいの、なんか全てがうまくいくわけはないわけですよね。見てて、私のビデオを見てくれて、私のビデオを長く見てくれている方は多分ね、わかると思うんだけど、全てがうまくいくわけはないんですよね。だけどそこから自分が学んで、それで次に何をするかっていうのが大事になってくるから、私はいろいろ学びましたよ。いろいろ学びましたよ。今も学んでるし、これからも学ぶけども、このコロナがあったことによって、いろんなことを学ばせていただきました。はい。それでですね、私が大学に行くって言ってたお話なんですけど、とりあえず日本に帰れなくなり、とりあえず今はここにね、いて足踏み状態だから、この私がやりたかった希望とか野望とか燃え上がっているエナジーをどこに当てていいか分からなくて、何か集中するものが必要だったんですよね、その時。だから、オンラインで大学をサインアップして、で、ね、頑張ったら大学卒業ももらえるわけじゃないですか。だからちょっとそれで学びたいこともあるし、大学サインアップしようと思っていたんですね。でそうしたらハワイに行くことが決まって、でハワイはものすごく大学がたくさんあるんですよ。コミュニティカレッジとかもたくさんあって、でそうやって考えると、なんか私の旦那さんとも話してたんだけど、もうなんだろう、その彼がお仕事に行って、で夜帰ってくるじゃないですか。でそしたら1時間2時間その大学に実際行くっていう方法もあるわけで、でそうなっ
ってくると、今ちょっと身動きまた取れないなみたいな、まあ、とりあえず今引っ越ししなきゃいけない状態だから、今とりあえず身動きが取れないような状況で、とりあえずあっちに引っ越して物事が落ち着いて、でそしたら、まだ赤ちゃんがまだ一番下のエディソンが1歳になったばっかだから、ね、そのプリスクールに預けたりとかするのも2歳からとかじゃないですか。まあ全然1歳からとかでも預けれるけど、2歳ぐらいからかなとも思ってて、っていうのもですよ、プリスクールに預けるのもものすごくお金がかかるわけなんですよね。でそうやって考えると、自分が働いて、多分これ何だろう、日本にいるお母さんもアメリカに住んでるお母さんもみんな多分同じことを考えたことあると思うけど、自分が働きにいてて、お給料稼ぐね、でその自分が働きに出てる間、子供たちを、まあ、どこかに預けなきゃいけないわけじゃないですか。で、まあ、それをどこかに預けるってことは、その学費がかかるわけですよね。だから自分が働きに出て、その働いた分全部学費に行くかね、それか、例えば私の場合だと、その、なんだろう、子供、フローレンスがもう3歳だから、フローレンスは、プリスクールに預けて、で、エディソンは私と一緒にね、まあ、生活しながら、ハワイの生活とか、ビログとか撮って、で、YouTube とかね、やって、で、夜時間があるとか、時とかに、ちょっと大学をやってとかで、エディソンがちょっと大きくなったら、預けられるぐらいになったら、そうよね、お仕事出たいからね、お仕事を自分でやってで大学も両立して、で育児も両立できたらいいなとかもいろいろ考えてるけど、まあそれはちょっとどうなるかわかんないですけどね。私ここまで自分の生活をこうビデオの中で細かく話すのは心地よくなかったんですよ、昔は。だしそのビデオを作っている側の方は多分そういう方が多分ほとんどだと思うんだけども、まあ自分がね日本に帰るっていうのが大プロジェクトだったから、まあ、それを皆さんにシェアしたかったっていうのもあって、まあ、それからこうね話がこうそっちの方に行かなかったから、やっぱり転換が気になるじゃないですか。王女その後どうなるんだ、どこに行くんだとか、どうするんだみたいな気になると思うから、まあ、それで皆さんにこうやってシェアしてきてっていうのもあるし、まあ、あとその自分がどん底までじゃないけど、なんかどうすんのこの先マジでっていう状況になった時から何を学んだかみたいな、シェアできて、もう私はすごい嬉しいんですよ。そうだから誰かさんの役に立つって信じてるし、なんで意味のないものではないかなと思ってるから、多分この先はあんまりこう今までみたいにこうしますこうしますああしますみたいな、なんだろう、細かいなんていうんですか、家族関係のお話はあんまり しないと思うんですけど、でもハワイに行ってね、ビログ撮ったりとか、メイクとかスキンケアのビデオ撮ったりとか、あと DIY やったりとか、お家をデコレーションしたりとか、料理を作ったりとかね、なんかそういうのを皆さんにすごいシェアしていきたいから、これからもよろしくお願いしますよよろしくお願いしますよ皆さん、マジで飽きないで、私に飽きないでほしいし、ジャッジもしないでほしい。私の人生だから、ジャッジもしないでください。なんで、私これからもいろいろ頑張りますんで、私の中身、私自身は何も変わってないです。私は一人の人間で、皆さんと変わらない一人の人間で、いろんなことが自分の身に起きてて、でもそれをただ、なんかまあただこうやってこの場でビデオで話してるだけで、皆さんにも多分起きていることであって、だからまあジャッジはしてほしくないですね。はい、なんで温かく見守っていただけたらとても嬉しいです。日本に帰って実家の近くに住むとか、おじいちゃんおばあちゃんに会える
距離に住むとか、あと自分が小さい時何中学高校と一緒に育った友達にしょっちゅう会えることがなくなるとか、なんかそういうのを考えるとすごい残念なんだけど、でもあの今までアメリカに引っ越してきて日本に帰れたこと一度しかなくって、でそうやって考えるとハワイはね、ハワイはアメリカのメインランドとまた別、アメリカだけどもまたちょっと別だし、日本に結構日本にすごい近くなるから、そういった部分ではもうちょっと日本に帰る機会が増えるじゃん、嬉しい。あと飛行機代もね安くなるから、もうそういった部分でちょっと帰る機会が増えるかもしれないと思って、楽しみにしています。はい、なのでまあこんな感じの心境報告でしたが、皆さんこんな感じですよ私見ていただいてありがとうございました。楽しんでいただけたらとても嬉しいです。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。